エーバーハルト2世は、ビュルテンベルク公。1480年から1496年までは、ビュルテンベルクシュトゥットガルト博エーバーハルト6世であった。ビュルテンベルクシュトゥットガルト博ウルリヒ5世と、その2番目の妻で、シモバイエルンランツフート公ハインリヒ16世の、娘であるエリーザベとの間の長男として生まれた。ブルゴーニュ公国の宮廷で、少年時代を送り、 1461年には、ランスでのフランスをおるい11世の戴冠式に出席している。翌1462年に、ビュルテンベルクに帰国した。1467年、ブランデンブルク選定校、アルブレヒト・アヒレスの娘エリーザベトと結婚した。1477年、後継者のいない,いとこのビュルテンベルク・ウラッハ博、エーバーハルト・モセイとビュルテンベルク・シュトゥットガルト博家の、 間で、ビュルテンベルクラッハ博領の継承に関する契約が結ばれた。1480年に、父が死ぬと、エーバーハルト6世博が、シュトットガルト博領を継いだ。1482年、エーバーハルト6世博は、ビュルテンベルクラッハ博エーバーハルト5世との間で、ミュンジンゲン条約を結んだ。この条約では、シュトットガルト系のエーバーハルト6世博は、 ウラフハ系のエーバーハルト5世博に、ビュルテンベルクシュトット,トガルト博領の領主権を移譲し、その代わりに、子供のないエーバーハルト5世博の死後にその後継者となると取り決められていた。ミュンジンゲン条約が結ばれた1482年以後も、エーバーハルト6世博は、名目上は、独立君主だったが、エーバーハルト5世博が死ぬまでは、実質的に無力な存在となった。 彼はすぐに自分の地位に不満を抱き、権力の喪失に抵抗しようとしたが、年長でやり手の重慶エーバーハルト御世薄に対して何もなす術はなかった。また1489年には彼の相続分はビュルテンベルクシュトゥットガルト伯領のみに限定されてしまった。しかし1495年に公爵エーバーハルト一世となっていた。 エーバーハルト五世紀が1496年に死ぬと、エーバーハルト六世博は、ビュルテンベルク全域の支配権を掌握することに成功し、公爵エーバーハルト二世を名乗った。しかし、エーバーハルト二世は、公爵位について間もなく、ビュルテンベルクの盗賊身分と対立することになった。ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世と、君役を通じるたちは、 エーバーハルト2世から君主権を剥奪し、皇爵はウルムへの逃亡を余儀なくされた。誰も味方のいないエーバーハルト2世は、結局はマクシミリアン1世の仲裁に従わねばならなかった。エーバーハルト2世は6000グルデンの年金を受け取る代わりに廃位され、ビュルテンベルク国外に追放されることになった。エーバーハルト二世の弟の元ビュルテンベルクメンペルガルト博、 ハインリヒの長男で、まだ幼少のウルリヒが公爵位を継ぐまで、ビュルテンベルクの両方盗賊による評議会は、マクシミリアン一世が主催することになった。晩年は、プファルツ選定校、フィリップの保護下で余生を送り、1504年に、プファルツ領のリンデンフェルスで死んだ。元公爵の遺外は、ハイデルベルクの聖堂三次会協会に埋葬された。ありがとうございます。